どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら12周年記念スコアチャレンジということで、今日はこちらのダンジョンで、攻略遠征紹介していこうと思います。はい。で、このダンジョンどっちも S ランクでクリアすると、なんとゼウスバース、そしてこちらアテナがゲットできます。で、特にですね、ゼウスバースに関しては、現在試練進化でですね、ゼウスを新しく、試練ゼウスバースにすることができますしね、もうなおさらゲットする価値が高くて、まあ、アテナに関してもね、アテナ進化できるということで、どちらもね、試練進化のために必要となっております。で、まあ、めんどくさがってやんなくてもいいんですけど、基本的にやらないとめちゃくちゃ損です。特にゼウスバースって実は作るのちょっとだるくて、そう、あのゼウスバースってね、こんな感じで、このさ、ゼウスの形態から結構進化する必要あるんですよね。ゼウスバースから覚醒ゼウス、超覚醒ゼウスで、ゼウスバースに転生進化させてあげて、その後これ、こんな感じで奇跡いっぱい使ってゼウスバースのね、進化後にする必要があって、ちょっとだるいんで、絶対にねやってほしいなと思います。ということで、今日は誰でも組めるスコアチャレンジの攻略遠征紹介していこうと思います。誰でも組めます。はい、絶対誰でも組める。これ組めない人いません。あ、なんでかというと、リーダーがカイトで、遅延4つつけてください。もうレベル99でいいです。遅延4つのカイト、レベル99で OK で、あとはサブにこちら、非属性、非属性キャラ入れてください。これだけです。めちゃくちゃ簡単に組めるくない。で、フレンド側もこちら、カイトつけてあげてください。っていうだけの編成。めちゃくちゃ簡単に組めます。で、スコアチャレンジなんで、他の枠には何もキャラ入れないでください。で、バッチは落ちこなしマッチです。ない場合は全然好きなバッチで OK です。5階層なんでね、もう大して事故りません。実際にやっていきましょう。これだけです。1階層カイト使います。はい。で、カイト使ってあげてずらしていきましょう。こうします。はい、もうこの配置で固定ですね。こうやって組んであげて、左の上から2列目を、まあ、2列目を右にずらすと。で、次この光持ってこうします。はい、こう。これで確定で4色をループしていけるので、これするだけです。はい、これでしっかりと2パンです。倒していきましょう。で、続きまして3階層です。3階層もカイト使ってずらしていきます。はい、これも2列目を右にずらすだけ。めっちゃ簡単。こうするだけで、これで11コンボで突破で、から続きまして4階層です。4階層もずらすだけです。はい、これでしっかりと2パンしていきましょう。1パンしていきましょう。で、最後にカイトずらします。はい、もういかがでしょうか。もう実際これ見てもらって分かると思うんだけど、めちゃくちゃ簡単だし、めちゃくちゃ楽なんだよね。だからマジでやらないと損です。これは本当に、これだけでなんとゼウスバースがもらえます。本来もしゼウスバース作ろうとしたらめちゃくちゃだるいんだけども、これで1体取れるって考えたらめちゃくちゃでかいので、もう必ずこれ組んでやってほしいなと思います。もうこんなん誰でも組めないんだよね、マジで。っていう感じの編成でした。はい。フレンドさんだけ探してもらったらもう絶対組めると思うんで、まあ、こんな感じやってもらえれば余裕で S ランク取れます。マジ余裕で取れます。で、これでもうまず報酬がめちゃくちゃ美味しい。普通に。普通に報酬がめちゃくちゃ美味しいです、これ。で、さらにこれに加えて、こちらね、ゲットできるのが、ゼウスバースと。あれ？こっちか、もう入ってんのか、ボックスに。はい。これですね。はい、こんな感じで、このゼウスバースを取れます。で、あとは、このゼウスバースをリーダーにして、試練ダンジョンに挑戦すると。別に試練ダンジョンは無限にできるんで、マジで焦ってやる必要ありません。いつでも好きなタイミングでどうぞ。で、これで試練ダンジョン、西洋神だったかな？に、ゼウスバース入れて突っ込んでいくと、もうこれで、ゼウスバースを試練進化できると。で、まあ、ゼウスバースすでに1体作ってる人はね、安全にゼウスバース2体目も価値あるんで作ってもらえればいいと思いますし、まだ作ってない人は当然ね、急ぎでやっていただければなと思います。そしてもう1個行きましょう。こちら、アテナ降臨の方ですね。これもこれで破壊していきます。行きましょう。めっちゃ簡単なんで、まあ、このダンジョンめっちゃ簡単だから別にこういう編成でやんなくてもいいんだけど、まあ、楽なんでやれるんだったら、これでやっちゃうのがおすすめです。はい。まあ、これ以外だとなんだろう、カイドウを使ったりとかなになると思います。はい、で、低レアキャラでクリアするとかで全然いいと思いますし、ダンジョン難易度としてはもうそんな長くはないので、まあ、それでも全然 OK なんですけど、で、ここもしっかりとこうやってずらしていきます。これだけ、マジで簡単。で、これで突破していきましょう。さあ、3階層です。3階層もカイドウ打ちましょう。で、これをこうずらします。はい、
で11コンボ組んでいきます。でラストこれでしっかりと倒していきましょう。もうっていう感じでした。もうこれで10コンボ入り続けるのでこんな感じで簡単に倒せます。これで終わりです。っていう風にやってもらうだけでなんとアテナゼウスどっちも取れます。で報酬としてまず石も1個もらえますし、さらにねこっちの報酬でもこんな感じでアテナと上限スパの絵玉だらみたいな感じで、特に上限解放2体もらえるのも地味でかいんですよね。上限解放2体もらえるだけで地味にでかいにもかかわらず、それに加えてなんとゼウスとアテナがもらえるっていう。だからこれでゼウス自体もね作ることができますし、アテナ自体も試練進化することができるので、まあ、とりあえずもうこのイベント一つだけやるのはマジで楽だし、やらないと損なんですね。必ず全プレイヤーねこちらね、必ずこのあといくらでした、期間どのぐらいでしたっけ、9日間か、結構短いんで絶対やっていただければなと思います。はい、まあ、っていう感じのね、もう今日は激うまなねこのダンジョン2つのね攻略編成をね共通編成を紹介する動画でした。いかがだったでしょうか。カイトね結構今ちょっとここからカイトの話に変わるんだけども、ちょっとおまけでカイトの話をしたいんだけど、実はこいつが今評価めっちゃ上がってるんですよ。カイト2体とか持ってる人めっちゃでかくて、今そのカイト何が強いかっていうと、このリジェネループが 44% 回復と普通のギャラに比べてやっぱ数値が高い上に、ロック解除盤面光花火音符型に火水木を一つ生成のせいで、そのなんていうの、1回ずらしてから1回ずらすっていう感じでカイトをループすることができるんですよ。カイト2体でループできるんですね。だ2体で生成ループできる上にリジェネループがあって耐久も高いということで、結構なんか今周回とか攻略で使われてるイメージがあって、まさにこういう低難易度の周回においてはカイトこれからめっちゃ活躍すると思いますし、あと今使われてる場面で言うと、あの高難易度でおけるゼロ次元のね周回ですね、ゼロ次元の周回において、ゼロ次元だっけ合ってるよな、で確かミクが今使われミクがちょっとクビになって使われてるんですよね。そう、あのミクがさ今スキル処理が重くなったりして評価ちょっと下がったんですけど、まあ、それに対してゼロ次元において今カイトが無双してて、多分今最強のランク上げ編成が多分カイトなんですよね。そう、あのパズドラの最強ランク上げ編成が多分今カイトになってて、結構もうメタが変わってるんですよっていう感じで、このカイトっていうキャラクターはパズドラの周回において今環境最強といって全く問題ないんですね。環境最強のランク上げキャラになってるんですよ。っていうこともあって多分これからカイトの価値っていうのはどんどん上がっていくと思います。実際現状でもここまで強いキャラっていう視点で、まあ、周回においての価値点どんどん上がっていくと思いますし、これからパーツが増えていけばなおね評価も上がるのかなと思います。なのでカイトというキャラクターはねすごい優秀な周回キャラクターであるということを覚えておいて帰っていただければなと思います。ということで今回ですね、カイトを使った共通編成2パターンを紹介する動画でした。チャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あれ、バイバイ。